うん、A さんと B さんとか、C さんと D さんとか、もしくは自動で。はい、こんにちは、重工房の倉修司です。で、最近そのオンライン会議っていうのがね、非常に普及してきているということで、私もZoom 会議を使って新たにね始めていってるんですけど、まあ、毎週やってるもの以外にね、ズーム会議が増えていくでしょうね、これからもね。まあ、そんな中でね、ズームの使い方をね、私なりに研究してみました。で、今までは無料版っていうのをね、使ってたんです。無料版っていうのは、時間制限が40分という、まあ、時間の縛りがあってね、まあ、長時間のミーティングがやれなかったんですけども、それ以外にもいろんな機能がね、制約があったんですが、今回の有料版ですね、まあ、最低の有料ですけど、月々15ドルかな、の有料版に登録しました。で、使ってみてですね、非常に使いやすいなと思ったので、ご紹介したいことがいくつかあります。その中でもね、一つちょっと今日ご紹介したいのは、グループシェア機能っていうのがもう本当にやっぱり優れてるんですね。例えば、まあ、10人のミーティングをやるんだったら、例えば2人ずつとか3人ずつとか、まあ、5人ずつとかっていう風にグループ分けして、そこにまあ自動的もしくは手動でですね、グループを配置して、そこでこう各グループごとのグループディスカッションをしてもらうというような機能が入っているわけですね。いわゆるセミナー形式になるじゃないですか。まあ、いわゆるテーブルシェアっていうのがよくあるんですけども、そういうことが手軽にできる。これはね、本当に今までのテレビ会議と考え方が全く違うものなんですね。で、実際にちょっとやってみました。まあ、実験的なもので2人、1人ずつに分けるぐらいのことしか、少人数のね、シミュレーションしかできなかったんですけども、まあ、多分これを大人数でやってもですね、結構面白いことができるんじゃないかなと。まあ、何かその、ズームを使ったセミナーだったりとか、ズームを使った研修だったりとか、そういうね、可能性を感じましたね。はい。なので、ちょっとご覧いただこうと思います。ブレイクアウトセッションの様子をね、ご覧いただければと思いますので、ご覧ください。はい、こんな状態ですね。例えば、まあ、今は仮に私1人しかいないので、2人登録しているようにしてます。1台はスマホからね入ってきています。ちょっとスマホで1人、それからパソコンから1人という感じで、パソコンはこちらですね。こちらがスマホ、はい、こんな感じでつながってます。それでこっちを見ると、これでですね、こういう状態の時に、これがミーティングの状態ですね。これは仮に2人ですけど、仮に4人5人になってもですね、同じように増やすことができます。まあ、今のこれ有料のプランですので、最大で100人までね、登録ができるようにしてあります。で、この中でね、まあ、いろんな機能をちょっとご説明しようと思いますけども、実際にですね、例えば全員をこうミュートするとか、これね、今例えばこういう状態ですね、全員を見ると、管理者のメニューですね、管理者のメニュー。全員をこう静かにしてもらおうと思ったら、ここにマイクマークがある。これミュート。で、逆に全員を解除する場合、全員を解除させることができます。で、当然自分もここで解除することができると。これ2台3台あると、ここでハウリングを起こすので、まあ、一旦全部ミュートにしていきますけどね。はい。はい、これでミュートになりましたと。ですね。で、これが実際の画面です。で、例えばこのズームでやれることのいくつかのうち、例えばここでですね、画面を共有すると、例えばホワイトボードという機能がありますので、ホワイトボードの機能ですね、例えばこれをみんなで共有しようと、例えば、ここに文字を打ち込んだりとか、これも文字の色を自由に変えられたりとかですね、赤に変えたり、いうことが、ね、できます。こんな感じでね。で、例えばスタンプを、例えばここに打ってみたりとか、例えばここにも打ってみたりとかね。それからこれスポットライトですね、あ、ごめんなさい、スポットライトこんな風にね、こんな風にやったり、この矢印を使って、ここですよ、今この話してますみたいなね、こんな風に変えたりとか、あと線を引いてみたりとかね、線を引くときに、例えばこんな風に、これも色を変えたりできますね。ここか、色でここで変えたりとかすることができますね。例えば線をこんなに変えたりとかもできますよと。で、まあ、消しやったものを消すこともできますと。まあ、こんなことがね、できるわけですね。例えば他の参加者がここに書き込みをしたりとかいうこともできます。例えば、スマートフォンからもできるのかな。よいしょ。スマートフォンから今のところに書き込みしてみましょうか。これね、そう思う。思うとかね。
例えばまあこう矢印をこうやって入れたりとか、まあ、これも当然色を変えたりもできますよね。例えば赤にしたりとか、ね、いうことがこうできるわけですね。これ今パソコン、スマートフォン側からやってます。まあ、こちらで消すこともね、もちろんできますね。はい。これって文字入力できないのかな。ダメだね。文字は入力できないんだよね。はい、できませんでした。まあまあこんな風にね、ホワイトボードを共有することもできますよと。とかデータの共有とかもね、ここでやれるんですけどね。パワーポイントの内容を共有したりとかね。あとはこうチャットっていうのがね、あります。参加者同士でチャットをやったりとか、まあ全体に対して、例えば、飼育お願いしますというふうに、こうやるとこちら、それぞれの画面にね、出てきますね。そんなふうに出てくることができます。で逆に、パソコン、各端末側からですね、よろしくお願いしますというふうに入れると、あ、ここに書いてきましたね。ここに書いてきましたよという。まあ、こんなふうにね、会話をしている裏側でチャットをやり取りしたりとかね、いうこともできるんですけど、上手に使えばそういうことができるよということですね。そして、この前のちょっと動画でもお話したんですけども、ここにね、いろいろ他の機能があります。例えば、レコーディングの機能。これは有料版しかついてないんですよ。レコーディング。このコンピューターにレコーディングする場合と、クラウド上に一定量、容量までね、クラウド側にレコーディングができますと。音と映像をね、撮っておくことができると。後で見返せるということですね。それ以外にこのブレイクアウトセッションっていうのが、ブレイクアウトセッションの概念だけちょっと簡単にご説明しますとね、こういうことですね。ブレイクアウトセッションっていうのは、例えばこんな形で、ズームミーティングをやっています。まあ、これは例えば8人でのミーティングをね、まあ、私例と9人か、9人でミーティングをやっているという状態なんですが、例えばその個別に、まあ、1対1でですね、じゃあ今の話題について、お隣の方とね、ちょっと相談してみてくださいなんていう時に、例えばこんな風に、こう、こちら側の設定で、私側の設定で、こんな風に分けることができるわけですね。これも、例えばこちらでこの人と A さんと B さんとか、C さんと D さんとか、もしくは自動で振り分けるとか、いうことがね、できたりするようになってます。例えば、この方とこの方が組み合わせしたいのをあらかじめ決めておくこともできるわけですね。はい、そういうことができます。これ2対2ですね。まあ、これは個別ミーティングというふうに呼んでますけども、例えばそれ以外にも、例えばこうグループシェアですね、4人ずつのグループに分けて、じゃあ今の話題についてこの4人でね、ちょっとディスカッションしてみてくださいと、意見交換をしてもらう時間を設けたりとか、いうことがね、これ実はズームではできるんですね。これがそのブレイクアウトセッションといって、すごくまあ、よく考えられた仕組みだなと思います。で、例えば自分、私も講師とか、まあ、議長ですね、の方も、例えばこちらの部屋に入ったり、例えば元の部屋に、こちらの部屋に戻ったりということができるようになってて、で、例えばある、まあ、一定の時間、こちらが決めたら、ね、あと1分で、元に戻りますみたいなアナウンスをしておいてから、こちらに戻ってもらうと。まあ、元に戻っていかがでしたかみたいなね。こういうことがやれる。これがブレイクアウトセッション。まあ、私はZoom の中ではね、この機能が一番こう使い勝手が良くて、なんかよく考えられてるなっていうふうに思いましたね。はい、そんなことです。実際のオペレーションをね、ちょっと少人数とか2人のケースを見てみましょう。で、これちょっと押すとですね、例えば1人の参加者を次に割り当てということで、まあこれ今1人しかいないので、私と、まああまり勝手が良くないんですけども、例えばこの参加者、まあ、10人いたら10人を例えば3つのグループに分けたいということになったら、例えばこういうふうに3セッションに、まあ、自動で分けることもできます。こういうふうにね、そうすると、まあ、1番さんは自動的に1番に割り当てられてしまいましたけどね、今は自動にやった場合ですね、これを手動にしてやると、例えばここに例えば古橋さん入ってねと、ここにもう一人入ってねみたいなね、いう形でどんどん増やしたり減らしたりすることができます。これで、まあ、グループごとに集めたりとかね、そういうことができるわけですね。はい、今こんな状態で、これを増やすことも減らすこともできますよとですね。で、このブレイクアウトセッションごとに、例えば、A チームとかね、名前をゾウさんチームとかね、まあ、こんな風に変えることもできるわけですね。で、古橋さんを増産チームに行ってくださいってやると、こんな風に入るわけですね。まあ、こんな風にね、割り当てがやれることになってます。これが最大100人までね、割り当てがやれるので、まあ、普通は自動で
パッとこう例えば5人ごとにグループ分けしてそこでディスカッションをしてもらうとかいうようなことになるんでしょうね。はい、そういう機能がね、これは実はズームの優れているところですね。私がズームの中で最もすごい機能だなと思うことがこれですね。グループブレイクアウトセッション機能というかね、これですね、ブレイクアウトセッション機能ですね。ちょっとブレイクアウトセッションについてのお問い合わせがあったので、皆さんにお伝えしておこうと思いました。他にはね、まあいろいろな機能があります。例えばこのようにね、ドロップボックスやワンドライブやグーグルドライブから例えばデータを共有したりとかいうこともできますよね。まあ細かいところはいろいろやりながらね、覚えていっていただいた方がいいと思うんですが、まあいろんな機能がね、SNS 的な要素もあったりとか、例えばこういいねが押されたりとかね、最後になりますけど、この招待、この会議に招待したいときには、例えばここに URL をコピーしておいて、例えば SNS で送るとか、例えばメールで送るとか、いろんな方法がありますよね。例えばこんな風にね、コピーして送っておくということができるわけですね。はい、はい、いかがだったでしょうかね。ブレイクアウトセッションをね、上手に使っていただければ、まあ、今は1人しかいなかったのであまりこうリアル感がなかったですけども、20人30人でやると結構面白いことができるっていう可能性を感じましたね。まあ、これからもね、ちょっとズーム会議については実践でやりながらね、いろいろ気がついたことをご紹介していきたいと思います。いわゆるテレワーク、これからもね、どんどん増えていくんでしょうね、これを機会にね。まあ、そういうことを考えればですね、こういうズームっていうのをね、一つうまく使いこなせるようになっておくといいかなと思います。で、面白い機能、それ以外に番外編でね、ズームの中の機能でその背景をね、差し替えるっていうことができるんですよ。例えばそのこういう画面はできないんだけど、例えば後ろがグリーンバックとかだといろんなことがやれたりするんですね。ちょっとやってみますんで、ご覧いただけますか。例えばちょっと特殊にね、こういうグリーンバックっていうね、後ろに緑色の用紙をね、貼ったりすると、こうグリーンバックっていうのを作れれば、下にあるイラストからね、背景を選ぶことができるんですね。はい、例えばこんな風に書斎の雰囲気出したいとかね、だったらこういうことができるわけですね。まあ、他にも自分で画像を取り込んだりすれば、それをバックにすることもできるので、これ面白い機能ですよね。ということで、今回は使う機会が増えてきた Zoom ですね。Zoom の中のブレイクアウトセッションやり方について簡単にご紹介しました。まあ、お役に立てば幸いです。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしますので、よろしければチャンネル登録お願いします。ではまた明日の夜8時にお会いしましょう。ゆうさん、さよなら。Zoom ってこれ本当にすごいよね、これ。使わなきゃ。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。